セルゲイ・クリカレフは、ロシアの宇宙飛行士、技術者である。優れた、ロケット科学者として6度の宇宙飛行を経験し、約10年にわたって、通算宇宙滞在時間の世界記録を保持していた。なお、正の日本語表記は、一般にはクリカレフが広く用いられるが、アクセントありのであるため、クリカリョフと表記するのがロシア語での発音により忠実である。クリカレフは、 ロシアのレニングラードで生まれた。水泳、スキー、サイクリング、曲芸飛行、アマチュア無線等が趣味で、コールサインは U5 ミアート X75M1K である。1975年に高校を卒業し、1981年にレニングラード工科大学で機械工学の学位を得た。1981年に大学を卒業すると、 彼は、ロシアの有人宇宙開発を手掛ける SP、コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギアに就職した。彼は、宇宙飛行装置の試験、宇宙での操作手法の開発、地上管制業務等を行った。1985年にサリュート7号の宇宙ステーション計画が失敗すると、彼は救出ミッションのチームに入り、制御を失ったステーションとドッキングし、 ステーションのシステムを修復する手順を開発した。クリカレフは1985年に宇宙飛行士に選ばれ、1986年に基礎的な訓練を終えて、当面のアイガブランのプログラムに加わった。1988年始め、彼は初めてのミール長期滞在に向けて訓練を始めた。この訓練には、 少なくとも6度の宇宙遊泳による新しいモジュールの取り付け、新しい有人操縦装置の初めての試験、ソ連とフランスの2度目の合同科学ミッション等も含まれていた。クリカレフはフライトエンジニアとして、基調のアレクサンドル・ボルコフ、フランス人のジャンルー・クレティエンと共に、ソユーズ TM-7 で1988年11月26日に打ち上げられた。 ミールの前の滞在員であるウラジー・ミルチトフ、ムサマ・ナロフ、バレリー・ポリャコフは、ミールに、さらに25日間滞在し、軌道上に6人が存在する、最長記録となった。全員の滞在員が、地球に帰還すると、クリカレフ、ポリャコフ、ボルコフは、ミールで実験を続けた。次の滞在員の到着が遅れたため、彼らは、ミールを、無人操縦のモードに設定し、 1989年4月27日に地球に帰還した。1990年4月、クリカレフは2回目の飛行の準備を始めた。5度の宇宙遊泳と1週間の日本とソ連の共同ミッションを含む8回目のミール、長期滞在ミッションの交代要員を務めた。1990年12月、クリカレフは10度の宇宙遊泳を含むミールへの9回目の 長期滞在のミッションの訓練を始めた。クリカレフはフライトエンジニアとして、機長のアナトリー・アルツェーバルスキー、イギリス人のヘレン・シャーマンと共に、ソユーズ TM-12 で1991年5月19日に打ち上げられた。シャーマンは1週間後に地球に戻り、クリカレフとアルツェーバルスキーはミールに泊まった。夏の間に、 彼らは6回の宇宙遊泳を行い、様々な実験やステーションのメンテナンスを行った。1991年7月、予定されていた次のフライトに乗り込む技術者が2人から1人に削減されたため、クリカレフは10月に訪問する次の長期滞在員と共にミールに泊まることになった。ソユーズ TM-13 で1991年10月2日に訪れた。 カザフスタンのトクタル・アウバキロフは長期滞在の訓練は受けていなかった。彼とオーストラリア人初の宇宙飛行士であるフランツ・フィーベックはアルゼバルスキーと共に1991年10月10日に帰還した。機長のアレクサンドル・ボルコフはクリカレフと共にミールに泊まった。10月に乗組員が交代すると クリカレフとボルコフは1992年3月25日に帰還するまで実験や宇宙遊泳を行った。クリカレフはしばしば最後のソビエト連邦国民とも言われている。1991年から1992年にかけて彼は311日20時間1分の間ミールに滞在していたが地球に帰ってきた時にはソビエト連邦は崩壊していた。 第11次長期滞在の訓練用の宇宙服を着るクリカレフ1992年10月アメリカ航空宇宙局は経験あるロシアの宇宙飛行士が将来のスペースシャトルに登場することを発表した。クリカレフは STS-60 の乗組員と共にミッションスペシャリストとしての訓練を受ける二人の候補のうちの一人としてロシア連邦宇宙局から指名された。 1993年4月、彼は正式にミッションスペシャリストに割り当てられた。1993年9月、ウラジー・ミルチトフは STS-63 での飛行に選ばれ、クリカレフはバックアップとなった。クリカレフはアメリカ合衆国とロシアの初めての合同のスペースシャトルミッションである STS-60 で飛行した。 1994年2月3日に打ち上げられ、STS-60 は、スペースハブの2度目の飛行、ウェイクシールドファシリティの初飛行となった。8日間の飛行で、ディスカバリーの乗組員は、様々な材料学の実験、地球の観測、生物学の実験等を行った。クリカレフは、シャトルリモートマニピュレータシステムの操作の大部分を担当した。 地球を130周し、637万 334km を飛行して、STS-60 は1994年2月11日に、フロリダ州のケネディ宇宙センターに着陸した。クリカレフはアメリカでの飛行を終え、ロシアでの仕事に戻ったが、定期的にジョンソン宇宙センターに戻り、アメリカとロシアの合同ミッションで、通信管制員を務めた。今日まで、 s t s 六十三、s t s 七十一、s t s 七十四、s t s 七十六で勤めている。クリカレフとロバート・カバナは、九百九十八年十二月に国際宇宙ステーションに初めて足を踏み入れ、アメリカ合衆国のモジュールユニティの電源を入れた。クリカレフは九百九十八年十二月四日から十五日にかけてエンデバーに登場して、 ISS の初めての組み立てミッションである STS-88 に従事した。12日間のミッションでユニティをザーリャモジュールに結合させることに成功した。二人の乗組員は3度の宇宙遊泳を行い、将来の宇宙遊泳のためにアンビリカルケーブルと取り付け具を設置した。彼らは IMAX カーゴベイカメラの操作も行い、またマイティーサット1と 作 A という二つの人工衛星を展開させた。ミッションでは238時間18分で地球を185周した。クリカレフは第一次長期滞在の乗組員となった。2000年10月31日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からソユーズロケットで打ち上げられ、2000年11月2日にステーションとドッキングした。ステーションへの滞在中、 彼らは将来の乗組員のために内部の準備を行った。またアメリカ合衆国の太陽電池とデスティニーモジュールの取り付けを行った。彼らは STS-102 の乗組員と共にステーションを離れ3月18日にドッキングを解除し2001年3月21日にケネディ宇宙センターに着陸した。クリカレフは 第11次長期滞在では機長を務め、6ヶ月滞在した。これは彼にとって3度目の ISS 訪問だった。第11次長期滞在では2005年4月14日に、ソユーズロケットでバイコヌール宇宙基地から打ち上げられ、4月16日にドッキングした。8日間の引き継ぎ期間を経て、彼らはソユーズで地球に帰還した第10次、長期滞在の乗組員と交代した。 第11次長期滞在では2度の宇宙遊泳が予定されていた。1回目は8月にアメリカ製の宇宙服を着てクエストから行われ、2回目は9月にロシア製の宇宙服を着てピアースから行われた。第11次長期滞在中の2005年8月16日1時44分、それまでセルゲイ・アウレーフが持っていた748日という記録を更新した。 彼らは、第12次長期滞在のウィリアム・マッコール、ワレリー・トカレフと交代し、2005年10月10日17時49分にドッキング解除し、10月10日21時9分にカザフスタンに着陸した。ちなみに、この長期滞在クルー引き継ぎ同期に宇宙食として採用されたスペースラムを使用した日清食品カップヌードルの CM 撮影を行っている。 撮影はトカレフが担当した。6ヶ月の滞在を経て、クリカレフの宇宙滞在時間は8度の宇宙遊泳の時間を含み合計で803日と9時間39分となった。これは2015年6月28日にゲンナジーパダルカに塗り替えられるまで世界最長の記録であった。二千七年二月十五日、クリカレフは SP コロリョフロケット スペースコーポレーションエネルギアの副社長に就任し、有人飛行部門の責任者となった。クリカレフの ISS への貢献は、起動上での仕事だけにとどまらない。2007年6月15日、第15次長期滞在で ISS に滞在中の、オレック・コトフト機長のヒョードル・ユール・チキンに、機能停止した、コンピュータシステムの再起動の仕方を指示したのは、クリカレフだった。 彼は、ロシアとソビエト連邦の国立局議飛行隊チームに所属し、1983年には、モスクワの1986年には、ソビエト連邦のチャンピオンになった。彼の宇宙飛行経験に対しては、ソ連邦英雄、レーニン勲章、レジオンドヌール勲章、ロシア連邦英雄等を受賞している。また、1994年と1998年には、 NASA 宇宙飛行メダルも受賞している。2007年5月23日、クリカレフは指揮者のバレリー・ゲルディエフと共に、サンクトペテルブルクの名誉市民となった。ありがとうございます。